フリッツ。写真は、玉体の後部から見たもので、特徴的な箱型 B 翼が映っている。フリッツ X とはドイツが第二次世界大戦中に開発した滑空式誘導爆弾である。ルールシュタール、クラマー -1 という名称も持っており、こちらが正式名称であるが、あまり有名ではないため、本校ではフリッツ X とする。SD1400X。 FX1400X、FX PC1400X という故障もある。開発は1938年からベルリンのアドラスホフで始まった。ドイツ最大の航空研究所 DVL のマックス・クラマー博士が SC-250 爆弾を使い箱型尾翼の研究を行っていたが、これにドイツ空軍が関心を示したのが始まりである。同時期に、 ドイツが開発した誘導爆弾に HS293 がある。フリッツ X が鉄鋼弾である SD1400 を元に開発され、推進装置を持たない滑空爆弾であったのに対して HS293 はロケット推進装置を備えていた。機体の主要構成部品である手動指令標準線一致誘導方式の誘導装置については無線操縦用送信機は テレフン検査、無線受信機は、シュトラフストルントフンク製作所で、それぞれ開発した後で、ラインメタルボルジヒ社で完成された。1942年頃から、ベルリン南方 60km のヨーテボーグにて、飛行試験を開始、また、ペンレミウンで陸軍兵器実験場にて、風洞実験も行った。1942年秋には、ほとんどの問題を解決する。 1943年には天候の問題から試験場をドイツ国内からイタリアのシポントに移している。イタリアでも改良が続けられるが、どうも実戦配備と改良は並行して行われていたようである。誘導方式は、目視誘導で、母機から5000メートルから8000メートルという高高度で、10日、母機はそのままスロットルを戻し着弾時には、 目標の真上にいられるようにする。この時照準種は墓器に据え付けられているロフテ7爆撃照準機でフリッツ X を追尾した。なお、フリッツ X の後部には HS293 と同じようにフレアが出るようにされていたほか、一部は夜間使用のためのライトが点滅するようにもなっていた。尾翼には無線機器と誘導ジャイロスコープが安定翼には 無線操縦用それの糸作動式スポイラーが装備されており、母機からの信号を受け取って、スポイラーを操作し爆弾を制御する。なお、このスポイラーはあまり調子が良くなかったようである。イタリアで実験中に作動方式を空気圧式に変えてみたものの、温度変化の問題からこの案は破棄されている。なお、命中精度は6000メートルから投下して目標までの、 誤差 60cm とされているが、これはあくまでも理論値であり、実際は誘導員の技量に大きく左右された。また、相手の電波妨害を考慮して、優先誘導も試みられたが、8km もの長さのワイヤーを必要とするため、不経済であり、廃案となった。一説にはワイヤー繰り出し速度が、フリッツ X の加速に追いつかなかったとも言われている。1943年、 イタリアは連合国に降伏。同年9月9日には、イタリア艦隊が連合軍に投降を始めた。これを阻止するため、ドイツ軍はイタリア艦隊を空襲。ドイツの第100爆撃航空団第3飛行隊所属の機体が攻撃してきた。この時3機の d o 1 7から投下されたフリッツ X が、戦艦、ローマの全部弾薬庫、機関室、左艦艦に命中。 ローマを撃沈した。原因は全部弾薬庫の弾薬引火のためとされている。なお、この時の命中弾は2発とする説があり、その場合は全部弾薬庫への命中弾は除かれ、左甲板に命中したフリッツ X のせいで火災が発生、ダメージコントロールに失敗したため弾薬庫に引火したというものである。なお、同日に同系艦のイタリアも、 フリッツ X が命中し大破している。フリッツ X の直撃を受ける米系巡、サバンナ高高度から出され、目標到達時には音速近くという速度まで加速して敵艦に命中するフリッツ X の威力は絶大であり、当時イタリア最新の戦艦である2隻に大損害を与えたのである。その後の連合軍によるサレルの上陸作戦では上陸支援を行っていた。 アメリカの軽巡洋艦、サバンナや輸送船、イギリスの戦艦、ウォースパイトにも被害を与えた。サバンナはフリッツ X が砲塔を貫通し艦内部で爆発し、大きな損害を受けた。ウォースパイトも航行不能に陥り、マルタ島に栄光される羽目になった。フリッツ X の決算数は66期程度とされており、生産効率は良くない。 最終的に1386機が生産されたが1943年から1944年までの実験に半数が使用されており実践参加数はそれほど多くないその後フリッツ X プログラムは途中で打ち切られたこれは生産上の問題ではなく母機の損失があまりにも多かったからであったフリッツ X はその投下方法と誘導方式から 母機は常に低速で目標の上空を飛び続けなければならなかった。そのため母機は敵からの回避行動を取ることができず非常に脆弱だったのである。アメリカ合衆国でも誘導爆弾の開発が進められており、アゾン誘導爆弾が1944年に実戦投入されている。ソビエトでは常日の手動指令小巡線、一致誘導方式固有の欠点により、 実戦配備には至らなかったものの、接収したフリッツ X をもとに、スナビマイナス3000や UB マイナス 2000F が開発された。結局、基本生産型の X マイナス1が単純で優れていたため、蒸気の派生型は量産されることはなかった。最大速度には諸説あり、これほどの高速では操縦不可能ではないかという説がある。ただし機体には、 エアブレーキが搭載されていたので、この数字が操縦可能な限界値であったと見ることもできる。イタリア戦艦に被害を与えたのは HS293 であるという説があるが、HS293 は爆風爆弾であるため戦艦の装甲を貫通できたかというと疑問であり、また現在フリッツ X の方が有力であるため、フリッツ X の撃沈としている。 簿記には諸説あり、HE111 などが使われていたという資料も存在する。ルールシュタール -4 は開発系列が同じだけであって、派生型と言えるかは疑問である。また、X-5、6も使用担当が変わっているため、順派生型と考えられる。ありがとうございます。